津川城は新潟県東蒲原郡阿賀町にあった日本の城。阿賀の川と常波川に囲まれた麒麟山に築かれた。鎌倉時代の県庁を4年に、藍津佐原氏の一族、金上森博が越後進出の足掛かりとするために築城し、以来金上次第大の居城となる。戦国時代には、足な市の越後への進行拠点となり、たびたび上杉氏と争っている。 天正六年、上杉謙信の急死により勃発した、お立ての乱で、上主の金上森春は、足名森隆事の命を受けて、越後国艦原軍に、上杉影虎方として進攻している。天正九年に勃発した柴田重家の乱においては、上杉影勝は、足名森隆が、柴田重家に加勢しないように臨戦時の十字、総鶴を合図に派遣し、森春にも聖書を求めた。 このため森春は一時表面上中立を保ったが、後には公然とし家を援助した。天正十五年、継承が足なしからし家への援助を断つため、金上市の市場、赤屋城攻撃に向かうと、森春は赤屋城に救援に向かうが、藤田新吉に敗れ、赤屋城は陥落した。天正十七年、森春はすり、上原の戦いで討ち死に。この森実は、 伊達政宗に降伏し、津川城を没収された。津川城は原が宗時に与えられたが、天正18年の欧州市沖により津川城は没収された。政宗に代わって合図に入法したガ茂ウ・ウジは北川平左衛門を津川城主としたが、文禄四年、ウジの死でガ茂騒,騒動が起きる。津川城は豊臣家が預かり、 カモー中で死傷者まで出ると、大老の上杉ス勝が上場を派遣し、不測の事態に備えた。津川城を含む東神原が正式に継承に与えられると、藤田新吉が上主となった。関ヶ原の戦いの直前の慶長5年に、新吉が上杉家を追われて、徳川家康の下に逃れると、津川城には、鮎川カ脇が配置された。関ヶ原の戦いの後、 合図に、ガモ氏ジの子、秀行が復帰すると、岡重政が上司となる。寛永4年、加藤義明がガモ氏に代わって、合図に入法した際に、幕府の命令により、廃城となった。ありがとうございます。